見た目と独特の習性があります。まん丸な体型と愛嬌のある表情は多くの人に親しまれています。今回はタヌキのいろいろな雑学を紹介していきます。面白い雑学。タヌキ寝入り。タヌキは漁師など天敵に出くわすと死んだふりをして相手を騙す生き物だと言われていますが、これはただびっくりして気絶しているだけなので、名前の由来もすぐ死んだふりをすることから魂抜きタヌキとされたと言われています。腹鼓。タヌキは自分のお腹を叩いて音を出す腹鼓という特技を持っているとされています。この音は遠くまで響き、他の動物や人間を驚かせることができます。腹鼓はタヌキの民話や伝説の中でよく描かれており、特にタヌキの腹鼓という童話が有名です。この童話ではタヌキが自分のお腹を叩いて音楽を奏でる様子が描かれています。誰も知らない雑学。タヌキの鳴き声。タヌキはポンポコポンという音を出すことで知られていますが、実際にはキャンキャンと犬のような鳴き声を出すことが多いです。この鳴き声は特に繁殖期に聞かれることが多いです。タヌキは繁殖期になるとオスがメスを呼ぶために高い声で鳴くことがあります。この鳴き声は夜間に森や山中で聞かれることが多く、タヌキの存在を知らせるサインとなります。冬眠しない。多くの人がタヌキは冬眠すると思っていますが、実際には冬眠しません。冬の間も活動を続け食べ物を探し回ります。ただし寒さが厳しい時期には活動が鈍くなることがあります。タヌキは寒さに対して耐性があり、冬の間も食べ物を探して活動しますが、雪が深い地域では活動が制限されることがあります。そのため冬の間は食べ物を見つけるのが難しくなることがあります。残念な雑学。交通事故の犠牲者。タヌキは日本の道路でよく見かける動物ですが、残念ながら交通事故に遭うことが多いです。特に夜間に活動するため車に轢かれることが一番多い動物です。原因としてタヌキはとても臆病な動物で、車のクラクションなど大きい音にびっくりし気絶してしまい車に轢かれてしまう。寄生虫の宿主。タヌキは寄生虫の宿主になることが多く、特にエキノコックスという寄生虫は人間にも感染する可能性があるため注意が必要です。エキノコックスはタヌキの糞便を介して広がり、人間が誤って感染することがあります。この寄生虫は肝臓に寄生し重篤な健康問題を引き起こすことがあります。特に北海道ではエキノコックスの感染が問題となっており、タヌキとの接触を避けることが推奨されています。一途な性格。タヌキは夫婦愛が強く浮気はしません。一度決めたパートナーは一生添い遂げます。なのでパートナーが車で轢かれるとその事故現場に何度も通うため、残されたパートナーも車に轢かれなくなってしまいます。愛が深すぎるための悲劇ですね。タヌキは日本の民話や伝説でもよく登場し、変幻自在の能力を持つとされるなど神秘的な存在でもあります。都市部や田舎を問わず広く生息しており、自然との共生を感じさせてくれる動物です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。